島根県で新たに感染確認されたのは過去最多の1621人です保健所管内別で松江772人、出雲360人などです累計は57298人となりました昨日より831人、1週間前より666人それぞれ大幅に増加しています 新たなクラスターは7件です。松江市の2つの高齢者福祉施設で5人と18人松江市の学校の部活動で14人松田保健所管内の高齢者福祉施設で7人出雲市の高齢者福祉施設で14人浜田保健所管内の高齢者福祉施設で9人雲南保健所管内の事業所で5人が感染確認されました。 また、1人の死亡が確認されています。雲南市によりますと、石飛敦市市長の感染が今日わかりました。石飛市長は無症状で自宅療養していて、電話などで対応できるため、職務代行者は起きません。一方、鳥取県でも過去最も多い1088人の感染が確認されました。保健所別で鳥取市465人、 与那子413人、倉吉210人です県内の累計は4万1964人となりました昨日より267人増えていて1週間前と比べると82人の増加です新たなクラスターは4件です鳥取市の2つの高齢者福祉施設で12人と28人倉吉市の医療機関で7人 米子市のの高齢者福祉施設で9人の感染が分かりましたこれで鳥取県内でのクラスターの発生は件となりましたお盆が過ぎて1日2日ということを考えますとこれからさらに拡大するそういった危険性も可能性もあるとこの急拡大拡大する局面というのを何とか早期に防いでいこうと。 新規感染者の発表が過去最多となったことを受け鳥取県は県庁内の特別対策調整本部会議を開き可能な限り通常業務を先送りし全職員を挙げて保健所業務の応援を続けることを確認しました県が管轄する倉吉米子の保健所に加え市の管轄の鳥取市保健所にも県職員を派遣し感染者への電話聞き取りなどは 県庁からリモートで対応しま,すまた市町村との連携を密にして在宅療養者のケアなど地域の実情に合った対応をすることも改めて確認しましたこうした中3年ぶりの行動制限のないお盆休みも終わり新型コロナに関わる現場はというと昨日、松江市内の無料 PCR 検査場を お盆休みに親戚の家にちょっと県外に行ったので、心配で検査に来ました孫が帰ったもんで、ちょっと県外から帰りましたのでね、それでちょっと心配になったもんで、ちょっと来ましたけど。親戚が来たり、親戚の家に行ったり、コロナ感染を心配する人が多く訪れていました。一方 昨日診察を再開した松江市内のクリニックでは連休明けということもあり電話相談が殺到していましたまた駐車場で行っている発熱外来には予約上限の40台の車が訪れていました 発熱外来では全員に新型コロナの検査を実施していますが第7波以降8割近くの人に陽性反応が出ているといいます通常の診察もある中病院は対応に追われていましたちなみにこれは今月11日から16日までの3院両県の感染者数連休前の同じ曜日の6日間と比較すると 二百六十人ほど減っています。しかし。お盆前の。その陽性率とか、あの、の状況を考えますと。このお盆期間中は、まあ、検査数が、あの、当然。一定数減ってるだけ。としか思えない。急に陽性率が下がる要因はなかったかと思いますので。島根県の感染症対策室。田原健司室長によると。お盆休み中の感染の傾向については。 今週末、分析結果を出す予定としていますが、今後、感染の大きな波が来る可能性もあり、引き続き警戒が必要だとしています。